パラレルには16コアエピファニーチップとキシンク -7010 フープガが,が搭載されるパラレルとはアダプテバが2013年に発売したシングルボードコンピュータ名刺サイズのボードに制御用として ARM コルテックス AQ ベースのザイリンクス製倉区、フープガキシンク Z7000 とアダプテバの演算用アクセラレータ、エピファニー316コアを搭載しており Ubuntu などの LinuxOS を使用することで高速な並列処理プログラミングを行える。ボードには 1GB の DDR3 メモリ、Gigabit Ethernet、MicroSD カードスロットなどを搭載。電源は5 v 2 a で、消費電力は 5W 未満。複数接続しての並列処理も可能で、物理シミュレーションやビッグデータ解析などに利用できる。アクセラレーター用の C、デバッカー。 エクリプス、オーブンクル、ランタイムライブラリー等の開発ツールや資料は無料で提供される。64コア版のアクセラレーターチップの電力効率は50グフロップス W で演算能力はハイエンド PC 並みだが消費電力はモバイルと同水準にある。 パラレルに搭載された16コアのエピファニー E16 G301 パラレルは、アダプテバの16コアのエピファニー E16 G301 と64コアの E64 G401 を CPU として使用している。ありがとうございます。